ナイスパニック。さあそれではいきます。3回戦最後の試合、先攻 KG 杯、後攻アクト。 DJ ミツワキーブリンダー B。 いいよ、俺が KG 杯。さっき1回戦も言ったけど、皆さんよく覚えておいてください。よ、こんな相手マジで余裕すぎる。よ、さっき負けたダンクトークのカタキを打つ、それが俺のやり方、ライムはバリ方。よ、俺も神がかったライムを見せるから。よ、アクト、お前のアンサーを聞きたい。ぶちかましてみろよ、ザコがこの野郎。ザコとか、いや、かしことか関係ない。ビートの上に立てば全員の目線は同じ。試験官生まれ、苦悶式育ち。悪そうな人なんて大体他人。でもそっから這い上がったこの人生、マイク一本こいつかなきゃ俺だって死んでるぜ。そりゃそうだぜ、集まる道と学歴、生かしたバースこそ耳を貸すべき。明日バースに耳を貸すべきならば、俺のライブ耳った耳を貸すべきだろう。試験官、俺は試験場、試験現場。俺は乗りこなしてここまで来た。このステージならば俺がかませる場。Yo、 みんな大丈夫、俺かませるから。この会場中に俺のマイソウル、マイフローを書きです。Yo、 Yo、 みんな楽しんでいこう。お前が試験官か事件場か工事現場か知らないけど、俺だってトラックに乗ってここまでやってきたんだよ。トラック&フィールド、こだわりの一筆を落としていびつにピーツに弾く。いいだけが俺をリスペ、上まで立たせてくれる。そりゃそうだぜ、弟並み乗りこなしてかなきゃな。俺だって華奢な腕、なんか達者な口、甲府の水面下に逆さ節。いやいや、そう、お前がビーツに弾くイン。俺からしたらお前は甘い蜜よ、まるで蜂蜜。プーさんみたいにお前の蜜を吸い尽くしてやるよ。いや、このバカ野郎、言うことはねえ。でも俺はこのステージで、このステージで生きて、このマイクで呼吸して、そして言いたいことを伝えて。いや、目の前の相手に俺は敬語表せ。ありがとうなアクト、お前マイブローだぜ。どうせ所詮舐めとけ、甘いもんだけ。ああ誰のため、金のためなんてことはねえ。ああビーツライブに惚れた慣れの果て、俺は苦渋も辛酸も酒のあて。飛ばしたフロー、音乗せカンカン、ビートの波インベして言葉尻を合わす。そりゃそうだぜ、二人ともファットなまんま、体型をキープ、いらないダイエット器具。終了、ナイスバトルでした。さあハイレベルな戦いにお客さんたちの声を聞きたいと思います。さあそれでは先行 KG ハイが山形持ってます。後攻アクトが山形持ってます。勝者アクト。さあ KG ハイ何かあれば。